とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー第3章攻略ですね。今日から6回に分けて、5回ずつ攻略を出していきます。よろしくお願いします。2章に比べて3章は、ちょっと難しくなっております。頑張っていきましょう。では、まずは1回から、ですね。まあ、いつものごとく、傭兵のアーマーに雪玉1をつけていきます。で、1階から、結構敵多いです。敵が多いんだけども、そこまで強くはないので、とにかく弓に当たらないように立ち回っていきましょう。弓が、結構、ここは鬱陶しいので、弓に当たらないように戦っていくと、クリアしやすいと思います。上の方でね、待機して、戦っていくっていうのも、まあ、ありちゃありなんだけども、時間がね、かかってしまうので、俺はもう下で、うまいこと立ち回って戦っていっていいと思います。うん。まあ、ある程度、やってると、立ち回りなんかも上手になってくると思うので、とにかく、弓の火だめを極力避けて、バシバシと戦っていきましょう。これで終わりかな？横の方にいるな。弓は結構ね、後ろの方にさっと逃げるので、ローリングで、ある程度、距離を縮めてやると、戦いやすくなると思います。よし。はい。まあ、一回は、そう問題ないと思いますけども、こんな感じです。で、クリアしまして、ここの報酬、パワーシェイカーです。パワーシェイカーを持っていきましょう。これがないとね、4回あたりが結構きつくなるので、パワーシェイカーは持っていった方がいいです。で、ここは別に問題ないですね。この HP 高いやつにパワーシェイカーをガシガシ使ってやるといいです。まあ別に使わなくても全然ね、位置取りなんかで戦っていけば、うまいこと倒せると思うんで大丈夫だと思いますよ。はい。終わりかな。まあ、まだまだ序盤、余裕があります。で、2回をクリアしました。愛のメダルが出ます。取っていきましょう。んで、第3回ですね。ここも特に問題はありません。愛のメダルとパワーシェイカー。まあ、パワーシェイカーそんな使わなくていいけど、まあ、うまいことやっていくと、全然余裕でいけると思いますよ。はいはいはい。まあ、途中途中でこういう風な、休憩できるようなね、ステージがありますけども、ところどころ本当に難しいところがあるので、そこは注意して、もうね、緊張感を持ってやっていった方が、いいです。本当にやられます。本当にやられるから。はい、じゃあ、3回。これで終わりです。でね、極力ならば、あのね、弓は多めがいいんだけどね。まあ、出なかったらしょうがないんだよな。うん、出なかったらしょうがないんだけども、弓は多めの方が、まあ、今シーズンは、楽になるね。で、ここでね、雪玉。レベル2にしてください。1個手前でしてもいいですんで。とにかく、雪玉は3にした方がいいので、雪玉のみを上げていきます。すぐにね、下の方に向かってください。で、ネクロをパワーシェイカーで潰します。そうしないと、ちょっとね、鬱陶しいので、あいつは。とにかくネクロマンサーをまずは、倒すように、立ち回ってくださいね。で、クリーパーが2体います。クリーパーもちょっとうざいので、注意ですね。うん。愛のメダルとか使ってもいいと思うけども、回復してなければ、今のように逃げるか、もしくは、パワーシェイカーで倒せるので、それで処理してみてください。もうちょっとで終わりかな。あと愛のメダルぐらいでいいか。あれ、まだいるな。意外とね、敵が、
ちょっとか、あー、いたいたいた、クモがいた。よし、終わりですね。まあ、とにかくここはネクロマンサーを野放しにしてると結構難しくなるので、すぐにね、ネクロマンサーのところに行ってパワーシェイカーを使って倒すようにしてください。これ結構重要なところですね。はい、で4回クリアしました。ここでね、裏切りの刃出ます。4回5回6回と3回続けて裏切りの刃が出るんですけども、まあどこで取っても OK です。うん、俺は、ここで取るようにしてます。裏切りの刃を取っていきます。んで鋭利をつけとくんだよね。鋭利をつけとくと、この3回上で出てくるやつと攻撃力は変わらなくなるので、もう最初からつけて攻略するように俺はしていってます。でここだけども、まあ別に問題はないです。まあいつも通りね、愛のメダル、そしてパワーシェイカー、まあ使わなくてもいいけども、うん、それを使っていけば余裕でクリアしていけると思います。もう武器がねすでにパワーアップしてるので、まあ武器だけで戦っていくっていうのも全然いけると思いますよ。はい、あれいなかったこっちいるかと思ったけど、こっちいなかったね。はい、で愛のメダルで仲間にして、そいつらがまだ生きてる間にクリアするのはちょっと待ちましょう。一度敵を倒れるのを待ってからクリアした方がいいです。倒れた時に矢とかが出ることがあるのよね。なのでそこはちょっとチェックしてからクリアするようにしていってください。5回クリアですね。でそしてここで裏切りの刃出ますけども、まあさっき言った通りですね、4回5回6回その3回とも出現するので、どこで取ってもいいと思います。自分の好きなやつを選ぶようにしてください。4回でもらったやつは、鋭利がつきます。攻撃力が高いですね。で今回のやつで、ここが、吸血がつきます。 HP 回復したい人はここでもいいと思う。で次の回はガードストライクがつきますので、防御力を上げることができて敵の中にね突っ込んでいくことも可能になります。まあ好きなやつを選ぶようにしてください。ということで1回から5回までのクリアでした。では次は6回から10回ですね。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。